グラスホッパーグラスホッパーは、タミヤ模型の電動ラジコンバギーである。1984年5月14日、発売、きっと価格は、税抜き7400円。タミヤ模型の電動 RC カーの中で最も安価で、発売されたモデルである。2005年6月に再発売された。発売当時は、オフロードバギーラジコンカーブームの真っ只中であった。 ところが、ラジコンカーのキットは1万円以上もするものが、ほとんどであり、タミヤ模型が発売していた、マイティフロックでも1万4800円であった。当然少年たちには、高値の花であった。そんな中、安価なエントリーモデルとして、グラスホッパーは発売された。シャーシは、軽量でシンプル、かつ高合成な ABS 樹脂製、バスタブシャーシが用いられ、モーターは、 マブチ RS-380S が搭載された。多くの車が540クラスを採用する中、一回り小型で非力なモーターではあったものの、総重量 1000g 台の軽さと相まってなかなかの走行性能を発揮した。サスペンションはフロントがストラット独立喧嘩、リアがリジットアクスルユニットスイング。ダンパーはなく、前後ともにスプリングのみというシンプルな構造で、 特にリアは構造上縦運動しかできず芝などを走らせるとひょこひょこした走りになるためバッタの意であるグラスホッパーを冠したシャーシはバスタブ構造のため上部が大きく開口しておりボディを外せばほぼ全ての電気パーツが露出するためメンテナンス性は高かったしかし小石や砂、ホコリなどが侵入した場合内部に残りやすかったギアボックスは 完全密閉のため、ホコリなどの侵入には強かったが、分解するためには、サスの取り外しなどが必要のため、若干面倒だった。同年10月、この車種に改良を加えた上級モデル、ホーネットが登場。ユーザーは徐々にそちらへ移行していく形となった。しかしグラスホッパーは、戦術の通り540モーターに交換可能であったこと。 さらに、ホーネットのボディへの交換や、タイヤをスパイクタイヤに換装し、後輪サスペンションをオイルダンパーへ、アクスルのスイングユニットもローリング方式へ変更が可能など、あらゆる面で、ホーネットと同一モデルに改良が可能であった。そのため、グラスホッパー改めホーネット仕様に改造し、引き続き同期を愛用したユーザーもいた。生産終了後には、 ホーネットでの改良点を受け継いだマイナーチェンジ版であるグラスホッパー2が販売された。このモデルは1993年12月でもタミヤの通常製品のラインナップになっており、それを含めれば10年近く存在したロングセラーモデルに挙げられる。モーターが小さいため加速、最高速度とも他車種より劣るが軽さを生かした。 軽快な走りが特徴で、バッテリーの持ちも良く、8分も走らないモデルが多かった。中にあって20から30分のロングドライブも可能であった。しかしサスペンションが頼りなく少しの段差で跳ねてしまい、その後の挙動も不安定で走行安定性は低かった。フロントとサイドに男性樹脂用型バンパーを装備していたこともあり横。 全部からの衝突には耐えられたが、シャーシ一体のサスマウントにビスを通して、サスアームを連結していたため衝撃を受けた際の逃げに難があり、フロント足回りがよく破損した。また、バッテリーケースの蓋が脱落しがちであったが、この2点はホーネットにも共通した端緒である。また、ボディも現在のようなポリカーボネート製ではなく、樹脂製で、シャーシにビス止めだったため脱着が面倒であった。 コーネットで改良されたシャーシをさらに改良して発売されたモデル。1988年8月9日発売。きっと価格は税抜き7400円。グラスホッパー2には以下の2種類の限定モデルが存在する。こうしたモデルは主に海外で人気が高かった。ありがとうございます。